はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。クレイト攻撃側やっていきましょう。まあ、今回ね、まあ、前回の動画上げてるかどうか分かんないですけれども、一回挑戦して失敗したこの誘導ミサイルも使っていきたい。すげえ早口になってたけども、いや誘導兵器は弱いわけないんでね。誘導兵器が弱い世の中なんて聞いたことあります？ないでしょう。私もございません。まあ、こうやってスナイプするじゃないですか。それはあなたが手動でエイムを合わせて敵を倒すんでしょう。私の場合は違いますから、ロックオンしたら誘導しますから。タレットの準備よし。強いでしょう。真ん中に集めちゃったんだ。撃ちそうだね、左。相変わらずひどいエイム力をしておる。スナイプされている。痛い痛い痛い、やめて。まだ私が誘導ミサイルをやってるでしょ。普通に撃てば倒せたよ。今スコープ覗いとったよわし。うわー、君も敵か、君も敵か。なんだこれエイム力なさすぎ。わろたやつボディーガードか。やるね、体力減った時に防御力が上がるというのは殴り合いでは強いですからね。ボディーガードに殴り合いを挑んでいるというこの素人丸出しの展開になってしまった。まずまずまずイオンタルトに撃たれて壊れるですよね。知ってました。 ATM6 が攻撃を受けている。左がやばいね。左行きましょう。ちょっとごめんよ。ん、後ろから撃たれました。後ろから撃たれましたよ。おお、避けてる師匠、避けてる師匠いいですね。分隊は来て後ろから奇襲してくる動き、特に敵方にスナイパーが多いときは機能しますね。しっかり撃ってきている。ちょっとこれは止めないとまずいね。どこ持たれてる。いるね。後ろから撃たれてるよな。やりますね。これは相手いい動きですよ。前後こうきちんとハイブリッドで前も後ろも綺麗に攻めていく動きは強い。早くも霊が来ますね。それはさすがに許しませんけども、で防御を張っといて、まあ、そうすればねタレットが反応して撃ち始めたら敵がいるということですから。いるね。黒い誘導兵器が弱いわけがない。やばい、相手うまいな。結構右と左に綺麗に攻撃を振ってきてるのが強みあるよな。こちらもカイロレンが出ている。ひょっとするとレイが護衛してんのかもね。ちゃんと我々の勝利は約束されている。何と戦ってますか。レイか、違う、アナキンだ。だいぶアナキン削ったよ。こっちはヒーローは全員出ている。ただ中盤結構撃たれてるんで、ヒーローもきちんと守られてるのが強いね。うちのカイロレンが右にいるんだよね。ちょっと左だな。これはこの敵は結構うまいことね、右に左に敵をこう振ってくる動きあるんで、こっち側ギリギリで拾いに来る可能性は絶対にある。なかったっす。ウォーカーは順調に進行中だ。なかったっすね。ナイスカイロレン、いいよ。
そこで素早く上げていくのは強い。いや本当はねファーストオーダージェットトルーパー使いたいけど、まあ、誘導兵器、おお撃たれてる。いや後ろきついぞ、今もう後ろで撃ってても敵はなかなか捕まらないぞ。これ前に出て相手のイオンディスラプターを撃つという行為をね止めなければすぐ拾われそうだな。右、右いるでしょ、急げ急げ、やっぱ右いるね、右行かなきゃダメだな。防御を失った ATM6 はこれはダメだな、さすがに攻撃にも長くは耐えられないぞ。撃たれすぎですね、いや撃たれすぎですだね、どう考えても撃たれすぎだな。遅かったな、ちょっと遅かったね。最終フェーズで打たせないような動きしていきたいな。一気に間を詰めましょう、最終フェーズになったら。 OK、 一気に詰めますよ。 ATM6 が最終アプローチに入った。レジスタンスの指揮官が現れた。どこにいる？ジェットパック回復しましょう。ここでもう一発持たせないくらいのムーブ欲しいね。真ん中持たれたな。カットしている。砲台壊しましょう。しっかり見ましょうね、イオンディスラプター持たれてないかどうか。味方のヒーローが積極的にライン上げてるんで持たれましたね。これはどう潰すか、どっから来るかだね。裏から行くか、ナイスカット、危ない、まだ持たれる可能性はあるな。まだ来るんじゃねえか。あ、しっかり味方守ってくれてるね。となると可能性が一番高そうなのは私が最初守ってた左だな。あそこが一番拾えそうだね。守っている。中盤裏取りで結構やられたけどうまくいってますね。すごいジャンプしてるけど、これジェットパックは回復しないんだねこの状態ね。 OK、 いいですね、最終ウェーブは一発も打たせないという動きで、アナキンもだいぶ削れたからおきいね。どっち側から行くか、好みは右側なんだよな、好みは右側だけれども、一気に詰めましょう。声ガラガラになってきちゃった。ちょっと1個前の試合がかなり長引いたせいで声が、喉がもうね限界なんすよ、喉が限界なんすよね。喋り倒してたら喉限界なんで、まず一つ、今いたよな、なんという命中力のなさよなんという命中力のなさ。ここは一気にシストルで詰めますか。あれ、あ、こんないいもの残ってるじゃないですか。
やっぱ要ね、クレイトの攻撃の要はやはり ST なんでね、これがどれだけ機能するかによってラインの上げ下げが変わってくると言っても過言ではない。もうレイもすぐ倒せますからね。もうどんだけ詰めていくか。これでヒーローを倒してラインも上がったんで、もうこの特攻一つでかなりお釣りが来てます。来てますね。もう完全に流れ変わりましたからね。でさらに、まあ、ここで相手も当然抵抗してくるので、5詰めでもう1体の ST で攻めると。まあ、相手をリスチに追い込めばね勝ちなんで。なんかいますね。BB8 では倒せませんね。はい、もうリスチまで押し込んでしまえば一気にポイント100まで回復ですね。強い。 ST は本当に強い。もうこれで一撃で流れを変えることができる最強の兵器ですね。素晴らしい。まあ、ただもうここから先はやることがないんで、まあ、ある程度牽制したりロケット撃ったりミサイル撃ったりして遊んだら、はい、降りましょう。誘導ミサイル使ったっけよね。ただ1キル取れてる気がするんだよね。1キルかよ。1キルってなんだよ。あった、結構減ってなかった。そのヒーロー後ろ、なんだあの赤い点。どこのやつ撃ちたいんだよな。ハンソロじゃねえや、ランドか。ランドはめんどくさいね。ここはヘビーでいきましょうか。武器も変えましょう。なるべく早くラインも上げないと、100で折り返してもね、ここはラインの上げ下げがうまくいかないとあっという間にやられてしまうので、そうですね、こうやって裏を取られてるのとかにやられないようにしっかりやること、そして早めにこの上を取ってしっかりとコンソールを削っていく動きですね。これが相手にすごくプレッシャーをかけますから、まあ、当然スナイパーとかに狙われます。ただ相手を門の内側で防衛させるという動きにした時点で我々の勝ちなので、いいですね。これでもうヒーローが前に来なくなったという時点で我々に勝機がかなり傾いております。後ろで守っちゃダメなんですよ。やっぱどうしてもね、バリア張ったりとかいろいろな策ありますけども、遠くからの攻撃、あらゆる角度からの攻撃防げるわけじゃないんで、前に出てラインを形成するということが一番コンソールを守るということになります。で、私を止めたとしても意味ないですし、そして近くにバリアを張るというムーブする人いますけれども、結果バリアを張ったところに敵のヒーローが突撃してきて破壊するという動きを止められなくなってしまうので、それもあまり良くはないんですよね。強化扉が閉じる前に肩をつけろ。ヒーロー使えるの？使えないの？まあ、半分閉じてますけど、こちらはもう半分以上削ってるので、あとはヒーローに突撃されただけでもコンソールは割られてしまうんでね、やることがにゃい。やることがにゃ い, いや、ただ喉がガラガラなあれになってるだけや。え、終わんないの？え、あ、まだ残ってんのか。痛い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 。
あと一発、あと一発当てに行ってでもてっきりもう終わってるもんだと思ってたよ。ポイント足りなくなっちゃった。あ、なるほどね、私に花を持たせるために残り一発残してくれてんのか。すまんね、残してない。動画の見栄え動画の見栄えをあれなんじゃないの。優しさじゃないの。優しさのかけらもねえな。もう終わってると思って適当にくれ投げちゃったしさ。味方優しさのかけらもないかけらもなかったですね。いや、もったいないですね。敵が上位を占めてるのに戦いには負けてしまってるということは、やはり作戦行動ではなくスコア、キルを優先してしまった動きになっているということなので、ね、それではね、この厳しいギャラクティックアサルト勝ち抜いていくことは厳しいというか難しいんですよね。はい、というわけでここきちんとねライン形成をするという、まあ、難しいステージはあるんですけれども、難しいステージではあるんですけれども、そこをねしっかりとやっていくことで道開けますんで、ぜひ皆さんクレイトで勝ち切ってください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。